皆さんこんにちは、フジロクです。今回はスフレチーズケーキを作っていきましょう。まずはじめにスポンジケーキを底の部分に敷き詰めていきます。今回の底の部分のスポンジケーキですが、このためだけにスポンジケーキを焼いてスライスしたものではなく、ロールケーキなどケーキを焼いた時の端っこの部分を冷凍したものを使いました。こちらスポンジケーキでもいいですし、カステラでも構いません。そして今回のスフレチーズケーキですが、型紙はこのように大きく作っておきましょう。メレンゲがふわっと膨らんで、そして中の生地が漏れてしまうことがあります。漏れないように高さのあるクッキングシートを敷いておいてください。クリームチーズは常温に戻して柔らかくしておきましょう。このように日差しが当たるところに置いておくとかなり早く柔らかくなります。ある程度クリームチーズが柔らかくなったらゴムベラでほぐしていきましょう。クリームチーズはキリのクリームチーズを使用しました。キリのクリームチーズは少し値段高いんですけども、とっても美味しいのでおすすめです。そしてこのようにクリームチーズが柔らかくなったらお砂糖を加えていきましょう。お砂糖は上白糖を使用しました。こちらはグラニュー糖ではなく上白糖を使用しましょう。どうして上白糖かというと焦げ目がつくんですね。グラニュー糖だと美味しそうな焦げ目がなかなかつきづらいんですが、上白糖は美味しそうな焦げ目がしっかりついてくれますので、今回は上白糖を使用していきます。これぐらいしっかり柔らかくなるまでほぐしておきましょう。続いてこの中に卵黄を加えていきます。そしてあればで構いません、バニラのペーストを加えていきましょう。バニラのペーストがない場合はバニラオイルを 2,3 滴入れるようにしてください。バニラエッセンスは揮発性があってオーブンの中で香りが飛んでしまいますので、バニラペーストもしくはバニラのオイルを入れましょう。ある程度ゴムベラで混ぜたら泡立て器に持ち替えてしっかり混ぜ合わせていきます。続いてコーンスターチを加えていきましょう。コーンスターチはケーキを固める役目があります。薄力粉では固くなりすぎてしまいますので、必ずコーンスターチを使うようにしてください。続いてこの中に牛乳を加えていきます。一気に加えてしまうと飛び散ってしまいますので、必ず3回に分けて加えていきましょう。スフレチーズケーキは必ず牛乳を使用してください。生クリームを使ってしまうとかなり重たい感じのチーズケーキになってしまいます。スフレチーズケーキ独特の口の中でシュワッと消える食感ありますよね。あれは生クリームではできないんですね。牛乳の軽さが必要になりますので、必ず牛乳で作るようにしましょう。それではメレンゲを作っていきましょう。今回のスフレチーズケーキ、メレンゲがとても大事なポイントになります。ポイントは立てすぎない緩いメレンゲを作るということです。お砂糖は3回に分けて加えていきましょう。これぐらいふわっと泡立ったら、まず1回目のお砂糖を加えていきます。2回目がだいたいこれぐらいですね。少し先ほどよりふわっと泡立ちました。
お砂糖を入れてさらに泡立てていきましょう。3回目のタイミングがこれぐらいです。先ほどより立体的になりましたね。これぐらいになったら3回目のお砂糖を加えてさらに泡立てていきます。これぐらいのメレンゲになれば完成です。それではキメを整えていきましょう。低速にしておよそ1分ほどキメを細かく整えていきます。今回のメレンゲはこのように持ち上げた時に角がお辞儀するぐらいのメレンゲですね。ピンと立つメレンゲではなくってお辞儀するぐらいの柔らかいメレンゲを作ってください。それではメレンゲを加えていきます。メレンゲは3回に分けて加えるようにしましょう。混ぜる時は泡立て器で混ぜた方が混ざりやすいと思います。ゴムベラで混ぜてもいいんですけど、なかなかこの泡が消えないんですね。綺麗に混ざらないので泡立て器のこちらの筋が多い方がすっと綺麗に混ざってくれると思います。1回目のメレンゲが綺麗に混ざったら2回目のメレンゲを加えていきましょう。それでは3回目のメレンゲを加えて混ぜ合わせていきましょう。今回のメレンゲはこのように卵黄にスッと溶けるぐらいの柔らかいメレンゲを作りましょう。もしこの時点でメレンゲがダマになって残ってしまうということはメレンゲの泡を立てすぎということになりますので、スッと溶けるメレンゲを目指して作ってみてください。仕上げにゴムベラで底の部分を混ぜ合わせておきましょう。生地全体が同じ色、統一されたら綺麗に混ざっているという証拠です。綺麗に混ざったら型に流し入れていきます。この時底の部分のスポンジをギュッと押さえていないと生地を流した時にプカーと浮いてきてしまいます。必ずスポンジを敷き詰める時、カステラを敷き詰める時はギュッと手のひらで押さえてから生地を流すようにしてみてください。それではスフレチーズケーキを焼いていきましょう。今回は湯煎焼きになります。たっぷりのお湯を張って焼いていくので、必ずお湯を用意してからケーキを作るようにしてください。スフレチーズケーキの焼成は220度で20分、そして150度で40分焼いていきます。上の部分が焦げそうになったらこのようにアルミホイルを入れて焼いてみてください。こちらで完成です。スフレチーズケーキは焼けたらすぐに型からは出ません。非常に柔らかいので型のまま冷やしてしっかり冷えてから取り出すようにしてください。そしてもう一つ大事なことがケーキの食べ頃です。こちらのチーズケーキはできてから冷蔵庫で最低3日から5日寝かせてから食べるようにしましょう。冷凍庫で熟成させるより冷蔵庫がおすすめです。冷凍熟成すると少しパサッとした印象になってしまいますので、冷蔵庫で寝かせてから召し上がってみてください。最
後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。その他 SNS もやっていますのでフォローもよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。